東の楷書に行きますね。まずまっすぐの位置ですね。それよりも幅を広くして横に広い田を描くイメージで、間隔角度を揃えて、だいたい同じぐらいでいいです、およそね。そしたら縦を持ってきて、ここからまあ45度ぐらいで少し下を残す感じで払っていきます。東の行書に行きますね。まず沿って抜いてきたら筆を開いて、横は細く、もうちょい、左が細いと良かったですね。間隔角度を揃えて縦を持ってきて抜いたら、まあ、大体45度ぐらい丸く抜いていきます。